めずいつもの状態でやってますイエイ。そして今日は少しお肌が荒れてしまっているので少しだけお肌加工をつけさせていただきまして始めさせていただきます。イエイ。わあ、こんばんは。ヤッホーって言って、こんばんは。おー、ほっぺぽり。お、なんか今日すごい、なんだろう、嘘だよっていう、あ、今日エイプリルフールだからだ、嘘だよ、すごい。待って、りょうさん、りょうさん、すごい、嘘だよがたくさん、わーい、ありがとうございます、来てくださって。ループ、え、皆さん、なんか嘘だよしかたくさんないので質問とかいただけると嬉しい。私に会い、あ、かわいいね、ありがとうございます。仕事お疲れ様。あらあら、やっぱりね、まだね、コメントがね、慣れません。そう、ショールームの完売ありがとうございます。そうなんですよ、あ、流れ星、今劇場からの帰…お、気をつけて帰ってね。顔見えない、嘘、電波悪いですか。嘘、そう、嘘だよがすごく多い。こんばんは、まちゃんさん、昨日ぶり、こんばんは、ありがとう。え、やっぱりなんか今日電波やばいですかね。え、どうですか皆さん、電波途切れてたり、んー、どうしよう、大丈夫かな。大丈夫かな、止まっちゃう、なんでだろう。 Wi-Fi はオンにしています。なしの方がもしかしたらいいとかあるかな。私がショールーム配信すると、あ、もうどっか行っちゃった、前がかわいそうな、あ、大丈夫、あまり不調に、え、可愛さのおかげでだったら嬉しいな、それは嬉しいな。え、 Wi-Fi なし安定します。じゃあちょっと私ギガは余裕ある方なのでちょっとやってみます。一瞬止まっちゃうかもしれないんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、一瞬止まりますね。 Wi-Fi オフにします。一度これで無理だったらもう一回オンにしてみます。いきますよ、一瞬、一瞬です。どうだろう、どうだろう、どうでしょう。嘘だよがたくさんあるこんばんは、こんばんは。動きません、え、やっぱ動かない、え、おかえり、ただいま、安定した、あ、よかった、よくなった、うわ、え、よかったです。じゃあ Wi-Fi 切って正解ですね。よかった、皆さんありがとうございます。動いてるよ、ありがとうございます。やったー、よし、ではお話をしていきますね。皆さん、カウントダウン TV をご覧いただけてますか。虹、ありがとうございます。ご覧いただけてますか。私は少しミスをしてしまってですね、配信時間と先輩方のカラオケオンインクの時、多分かぶっていうかかぶっていて、
ミスしていました。もし10時から配信予定でしたら絶対見れたんですけど、宣言したからにはね、時間通りにやらなくてはなので、なので配信が終わり次第カラコンウィンクを拝見しようと思います。楽しみです。365日の紙飛行機は拝見しました。あの菜の花にのところで歌ってらっしゃる先輩方が可愛すぎて、あのキラキラしてました。私もいつかあの場に立ちたいなってすごく考えながら見てましたね、はい、すごいたくさんありがとうございます。いつだよが飛び交ってますね。こんばんは、はじめまして。そう、ピンクの、あ、虹ありがとう。虹すごくわかりやすい、ドガーンって。カラオケではあの小泉今日子さんのあなたに会えてよかったという曲を歌います。お箱です。あとこれ沢さんの恋人失格とか、昔の曲、はい、好きです。うん、好きですね、とても。あ、流れ星来年ね出たいです。お、今出てきましたか。ミラーボールありがとうございます。夏目本当にいいですよね。あの尾崎豊さんとか曲好きです。花水木知ってますよ、うん、私もこれです、うん、あとやりたい。この速さでコメント読めないと、なんか少しずつ慣れてきました。あ、流れ星 I love you 私も好きです。そうそう、ここの振り付け好きなんですよね。やりたい。ウインク上手ありがとうございます。特技です。あ、キャッチフレーズですね。やらせてください。ではいきます。キャッチフレーズいきます。あ、かわいい、ありがとう行きますよ。はい、明太明太めいめい。神奈川県出身18歳、好きな食べ物は明太子。めいめいこと花田めいです。よろしくお願いしますまだまだ慣れなくてちょっと止まってしまうんですけれど、どうですか明太子。明太子ポーズが意外とハートになってしまうので頑張ります。これ明太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 。あ、ウインク、え、かわいい、これありがとうございます。ウインクウインクピカピカピカ、確かにそうです。わーい、そう、は、あ、いいですね、ハートの明太子っていうことで。え、すごくいい、それ天才ですか明太子私も大好き、あ、食べたい、とっても食べたい。天才です。両面ウィンク、え、それは目パチパチですよあ、片方ずつっていうことか。できます、どっちも高速ウィンク、真顔になっちゃいそう
ウィンクすごい、嬉しいです、やった普通にも、やった嬉しいです、うわ嬉しい生で見たい、ぜひあの握手会とかオンラインお話し会で、オンラインはもうこれと一緒かな、うん、うん、でもあのぜひまだまだ販売されていますので、ぜひお買い求めいただけると嬉しいです。タワー来た、え、ありがとうございます。タワー、お名前誰だろう、握手会ね、会いたいです。誰だろう、ちょっとさか登ります。嘘だよが多いありがたい、タワー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 、あ、見失う、あー、なんで私はこういうのを見れないんだ、本当に私ってダメだな内ぴょ内ぴょ、ナーロブさん、あー、今日もナーロブさん、ナーロブさんありがとうございます。トゥトゥトゥ、今日唇薄いかも、うん、慣れたら大丈夫、ありがとうございます、皆さん優しい。 AKB 始まった、あ、見たい、後で見ます、うん、そんなことないよ、本当に皆さん優しすぎてキュンキュンしちゃう。カメラ目線ください、見えてますかあ、はい、では改めてあの握手会の完売を、完売ありがとうございます、本当に、いやもう私が完売っていうところなんですけど、皆さんのおかげで完売という文字を見れて私はとても幸せです。5月26日の第8部ですね、あの夜遅いんですけれど、ぜひ来ていただけると嬉しいです。あの本日16時4時ですね、午後の4時からまた第2の受付が始まっていますので、ぜひ申し込んでいただけると嬉しいです。はい、もちろん行くよ、わ、ありがとうございます、ほとんど看板をありがとうございます、わあ嬉しい、おお、追加します、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、26、わあ、ございます、すごい、待って止まってる、遅い時間でも会いに行って、ぜひ会いに来てくれると嬉しいです、みじさんありがとう、こんばんは、26、追加、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、やっと嬉しいです。皆さん会って何お話ししたいですか、みじ、あとどんな服見てみたいですか、会いに行く、ありがとうございます、ね、売り切れ、ね、本当、毎日配信できれば、はい、毎日したいです、もう一枠違う、そうですね、うん、霊感中、少しだけあります、少しだけ、初見です、来てくださってありがとうございます、花田めいって言います、めいめいと覚えてくださると嬉しいので、めいめいとたくさん来てください、26日過労してたけど少し買います、すごい、嬉しい、ありがとうございます、マシマシ、なんか先輩方のツイートをあの見させていただいたときに、
マシマシって書いてあって、マシ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 すごいですね。マシマシって何ですかと思ってて、でも追加のことだったんですね。マシマシってなんだろうと思って二郎ラーメンさんのことかと思いました。全部マシマシみたいな、あの言葉かなとか思っちゃいました。流れ星、全マシで二郎ラーメン食べてみたいけど、あれ多いんですよ、食べられないかも19期で記念、嬉しいです、好きになっちゃってください家系ラーメン大好きです。ラーメンだったら豚骨、ラーメン豚骨ラーメン豚骨。あ、そうだ、さっき、あ、JK の制服姿、あ、見たいです。私先日 JK 卒業させていただいたので、今日からは大人になりますあ、で何でしたっけ、何でしたっけ、何を言おうとしたんだっけ、忘れちゃった、どうしよう、忘れちゃったうん、そう、今日の昼のサリーの配信を見損なってしまって、次絶対見ます、悔しい、お時間間違えました、すぐ忘れすぐ忘れちゃうんですよこういうの、やーだーやーだ、もうコツンでしたコツン、お昼寝した、あら、たくさん寝れてよかった、お疲れ様です。今日何か嘘つき、ツイッター X の方で少し嘘をつかせていただきました。あれですね、今日はマグロをさばきますですマグロはさばかなかったんですけど、本当はさばきたい所存であります。マグロをさばきたかったな、さばきたかったな、なんとかプル、あれはきっと寝起きでとてもワンワンワンってしてたんです。そう、なんか私にさばかれたい方が多くて嬉しいそれもなんかちょっとなんか変なんですけどサメをさばきます、そっちの方にすればいい、じゃ来年はそうしますさばかれ3枚おろし、ね、そしたら皆さんにもう会えなくなっちゃうから、さばきませんよ、なんとかプールよ、そうどんな風にさばやだみんな面白い、はじめまして、さばかれたら、そうですね、戻れない、わフグもいつかはね、さばきたいんですよね、フグも、とどめさせてくださいどうしよっかな捌かないですよ、免許取りたいですね フグの調理師免許は取れてないです、あれ大変なんですよ、結構怖いことですよね、やっぱりちょっとなしでなしでいきます、得意料理はグラタンと
肉じゃがと、あと何でしたっけ、なんかいろ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 と基本何でも食べれますよね、作れます。はい。そうだ、昨日配信した時にあのスタバは飲みますかっていうコメントを拝見したので、今日とてもスタバを飲みたく買ってしまいました。はい、皆さんいつもスタバ何飲みますか。うん、こんばんは。桜のやつ飲んでないです。私新作にはとっても興味はあるんですけど、あのなかなか買えない人なんですよね、新作には。弱い方もいらっしゃるんですけど、私は強い人です。弱そうで強い。お、私と同じ方がいた。私もキャラメルマキアートです。あ、エクシオールさん私も好きですよ。あのミルクティーの無糖ストレート、あれが一番好きです。無糖あんまり濃くないのが好きで、甘くないのが好きです、飲み物は。ダークモカ、あー大好き、母が飲んでた今日。あ、一口もらえばよかった。5分前、あ、今日は10時半まで配信させていただきます。あの今日から4月ということで、私は10時以降も可能になるので、なるほど、そうです、うん、ありがたい。いやこちらこそ。お、あーやばい、これも著作権ありますよ、ね、なんかいろ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 どうしようというところがねありますけど、ちなみに明太子のあの好きなブランドはあの赤いやつです。 F から始まりますね。なんかどんどんクイズになってくる。パンは投げるの疲れました。え、どうしたんですか、体調悪いですかね、大丈夫です。え、守りたい、この絵、え、これかっこいい。なにこれ、すごいかっこいい、ありがとうございます。明太フラペチーノ、ええびっくりした。明太フラペチーノ飲んでみたい、どんな味がするんでしょう。あ、そうです、その3文字です、ですです。おお、面白いよな。ちょっと待って、これは面白い、これは面白い、なんか面白い。あ、そう、これ光いろいろ変えれるんですよ。あ、暗くなっちゃった。これいろいろ光を変えられるんですよ。何色がいいですか。そんなに特に希望はないですよね。暖色な感じ、あ、暖色な感じこちらでしょうか。昨日は暖色の感じでやらせていただきました。早くこう、お会いしたいです。そう、照明も準備しました。明太つけ麺、あ、大好きです、大好きです。あの、あ、でも福岡出身じゃないんです。お、来た、推ししか方。ありがとうございます。来たとか言って、断食ん断食もいい。おー、断食にしてみます。
マックは好き好きです。お、双子座お揃いですね。そうです、私が一番19期で一番身長が低い。悲しいです。なんか伸びる予定だったんですよ、テニス部入っていたので。そうなんです、なんか身長伸びなかったです。153センチです。ですよね、150、そうです、153。でも聞いてください、私中学1年生からあの高校3年生になった時の身長の差がもうすごくて、中1の時はあの139センチ低いですよね、139センチで、高校3年生では152になったので、もうすごいすごい伸びました。だからそう考えると成長はしたんですけど、でもすごくないですか、結構伸びたんですよ。そう、頑張った、そう頑張った方なんですでもでもやっぱそれでも小さい。おー、ありがとうございます、おじしかかたんそうなんです、かなぴーかなぴー。あ、そうですね、プロフィールに152、確かに152と書いてますね。でもあのなんかいろんな、いろんなあの測るやつじゃあるじゃないですか、あれで、あのあれの時はあの1センチぐらい変わるんですよ。この測り台は152で測られるなとか、このあれなら153とかだなみたいなあるので、あの配信とかではあの153とちょっと見え張って言ってしまっています。やはりプロフと同じ身長を言った方がいいですよね。ちょっと持ってしまいました、すいません152と153の1センチって結構大事なんですよ。前ないので、え、腰にやる人でした、私ここだった、ずっとあの忖度するめっちゃ面白い、そう身長諦めます。え、ですよね、やっぱ盛りますよね、多分直接会ったら、あ、意外と小さくないなってなりますよ、きっときっとね、そうです、きっとそうなります。こんばんは。え、もう30分経ちました、昨日もこれ言った昨日もこのタイミングでなんか言った気がします。面白い、引っ張ったら伸びるかも、多分靴のおかげ、いや、きっと違います、違います。はい、どうぞ、ありがとう、皆さん優しい、うん、早いです、サバはサバいでも読まないでほしい、サバサバジュベサバ、昨日見逃したから、よかったです、今日来れたんですか、あ、来れてますよねありがとうございます、ぜひぜひ10時半までやっていますので、ぜひ見ていてください。サバってフラ、ですよね、ジュベサバ、メルシー、ファンマーク、お魚、はい、なりました。あの皆さん、お魚の
サバだけにサバを読む。サバ？ちょっと面白い。どうしよう。あ、面白い。お、ヒラメ釣れた時の大好きまです。あ、再放送だ。あれ面白かったですよね。あ、やねてやーね。あ、パシフィックの握手会、 ありがとうございます。楽しみです。何話します？ゲラメイ、いや本当にお金お金、ちょっとあの面白いですよ。やだ、ゲラだからすぐ笑っちゃう。にらめっこゲームとかもしたいです。握手会とかで握手券追加で、やったー、ありがとうございます。嬉しいです。セブ川さんの効果持ってます。魚を使った役、いやちょっとお話ししたにらめっこ、にらめっこしたい。表情あら恋しちゃうって。じゃんけんしたい、私もじゃんけんしたい。フォローしようかな、かわいそう。嬉しいです、ぜひ。お披露目だ、嬉しいです。あら、あ、いいのかしら。めいちゃんでも全然、あの皆さんのあの呼びやすい呼び方でぜひ呼んでください。5月26もすごい、ですかね。ぜひね、もしから授業中のアンケート、お、本当ですか。何色がいいかな、ちな、あの、あ、でも確定してないからまだ言わなくていいかな。あの仮決定では黄色と白なので、ぜひそこら辺で色を考えてくださると嬉しいな。たくさんありがとうございます。ねえ、ダジャレね、面白いですよね。本当に良くない、本当に良い方で、良いんですけど、あのゲラが出ちゃうので最近ハマってんのこれです。これこのなんかこの×にハマってるんですよね。確かに卵固定、お願いします。ゲラ可愛い、嬉しいです。楽しくていいよ。ゲラなんですよ。あら嬉しいです。握手会でめいちゃん笑う、多分ずっと笑ってますよ。ゲラいい、本当ですか。いやー、あ、結婚して、最近嬉しい報告ばかりでいいですね。卵から覚え、確かに覚えやすい、それは良きだ。もう二回ウニ読んじゃった。そうなんですよ、魚卵も好きで。フルネーム、ファンネームか、ファンネームどうしましょう。皆さん候補送ってください。ちょっと見たいです、見たいです。ちゃんちゃかちゃっちゃかちゃん、ちゃんちゃか、なんだろう、私結構、そうですよね。おー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 おお、メイに裁かれたい、それすごくいいと思う。やっぱ裁かれ系ですよね。メイメイめでたい、おお、目で裁かれたいな。裁かれたい、やべ、お腹空いた。そうなりますよ、ですよね、そうなりますよね。このファンね、確かに確かに。すばかれて。あ、見守り隊も可愛い、いいかも、いいかもなんだ。
え、嬉しい。でもえ、しっくりきてるの皆さん。かわいい。え、嬉しい。確かに絶対かぶらない。ピ、あ、ピもいい。トットコメイ、かわいい。だったか、だったか。え、あの、皆さん、あの、おなかグーって聞こえたらごめんなさい。お腹空いてて。ピつけるの、そうなんですよ。なんか、初めのプラメで、あの、件名、どこ、何を書こうかなと思ったら、そうですね、私って分かるのがいいなと思って、まず、メイメイっていうのをつけたんですよ。でメイメイだとなんか物足りないからメイメイですにしたんですけど、メイメイですもうちょっと、うん、なんか普通すぎかなって思って、なんか可愛いのつけようと思ってピーつけたらメイメイですピーになりました。はい、うん、めっちゃ考えてる。えー、嬉しい。さばかれたいピ。うん、ピ、ピ。ね、ピーですよね。ピは普段言ってないの。なんか、時々言ってます。ピー。なんか、やっぱ物足りないなって感じたらピーつけません。最近は。前までは何も。あ、売れピーとか、売れピーとかすごく言ってます。あれピーギャルっていうコメントがもしかしたら見られるかもしれない。スパイス、スパイス、デスピタ、え、かわいい。え、かわいい。デスピタイめっちゃかわいい。え、メイピタイもかわいい。え、どうしよう。デスピタイかわいい。目が。え、決まらない。え、全然決まりません。どうしよう。私、優柔不断なんですよね。どうしよう。パンパカパンパカパン。あ、ゆっくりでありがとうございます。やっぱりさばくは必要。やっぱそうですかね。優柔不断なんですよ。そうです、じっくり。あ、あ、お腹、あ、し、静かにして。お水飲んでちょっと落ち着かせますね。少々、少々お待ちください。お水飲みます。うん、解除できてなかった。すみません、ミュートにしていました。すみません、音出しました。あー、もう本当にこういうとこありがとうございます。皆さん、あー、こういうところ。あー、はー、ただいま、ありがとうございます。おちょこちょいび。今日夕ご飯はフルーツを食べます。この後バナナ食べて飲もうかな。あ、飲もうじゃない、食べようかな。お腹がグーグー言ってて、いちごとバナナとブルーベリー。本当に毎日バナナ食べてる。
のみですですです。え、ブラウニー、わあ、おいしい、いいね。夜ご飯まだなんです。なんか全然時間、この配信でメイクをしようと思ってて、メイクして先輩方の動画見てたら配信時間になり、あ、まあいっか、ご飯いっかと思って食べてないです。そうですね、朝入れてるアサイの食材のやつですね。あ、食べてないんですか？食べて、皆さん。そう、ダイエットしているので、はい、フルーツを食べてます。焼肉好き、大好き、アサイ、そうですよ。あ、うどんもいいな。ダジャレを書いてくださる方が嬉しい。あ、痩せました、結構。お披露目の動画、本当に、あ、昨日もこれやったな。やばい、今日こそは違うお話をしようと思っていたんですが、まあさらっとお話しして次いきますね。お披露目じゃなくって、お顔合わせの時に、全然ダイエットとか何もしていなくって、もう顔がブクブクの状態です。で、お披露目に向けて1週間前からいろいろフルーツとか食べ始めて、たくさん痩せるために方法を考えました。無理しないで、ね、ありがとうございます。もっと痩せたいなと思って、私食べちゃうとすぐお顔に出てくるので、言ってください。自分でもあれ大丈夫かなとか思っちゃうので、甘えてしまうので、あれ、なんか顔ちょっとお肉ついたんじゃないって思ったら、ぜひちょっとつぶやいてくださると嬉しいです。あまり痩せても、そうですよね、鍛えないと良くないんですね。ちゃんと筋肉、なので、全部フルーツというよりはちょこっとおにぎりとかお味噌汁とかも入れてですね、はい、なんか質問とかにも答えていきたいな。痩せたメイさんと話せるのですね。嫌なやつじゃないですよ、ありがとうございます。そうです、痩せた私に会えます。あれ、来週ですか、もうお話し会、もしかしての、もしかして、お野菜大好きです。涙袋のラメはムードっていうアイシャドウパレットのこのキラキラを使ってます。ここにメイク道具がたくさんあるのでね、すぐ出ました。そしていつでも答えられるように置いてるっていうのもあります。もしかしてできるって、ニックさん、それ面白い、私それ大好きです。面白い、ギターができればいいんですけどね。そしたら私の好きな畑陽子さんもできます。
よくする髪型。プライベートでは巻き髪をしますね、よく。レッドブル、え、飲んだことないです。最近いつ明太子、え、この間おにぎりに入った明太子を食べました。でもいつかは忘れました。でもすぐ食べたい、早く食べたい。残念。リップはロム&さんのこのクリスタルなんとかの01番。足のサイズも小さいですよ、 22.5。 小さいのかわからないんですけど、ギリですね。え、ガチです。ガチですというか、なんか好きですよ。コーラは飲みません、あんまり。明太フランスパン私も好きです。なんでトマト、なんか中身のなんかグニョグニョ感が嫌いです。あとな、新鮮なのでなやつが苦手で、なんか味もなんか酸っぱいというか、なんかちょっと思い出したらあれなんですけど苦手です。でもピザとかに乗ってるこういうのとか、あとケチャップとかは全然いけます。あ、足一緒やった。明太パスタ大好きです。緑の耳部分が苦手。あ、上の草の話かな面白い。お笑い好き、好きです。朝はパン、ご飯、フルーツでもダイエット前はしてない時はご飯派です。卵かけご飯とかに好きです。草ってヘタみたいなこれからメイメイのファンで、まあ私は食べれないので、グッドですけれど、ぜひ打ち上げとかでトマトなんとかをご飲食されたらツイッターにあげてくださると見ます。あ、トマトのやつだって、この間言ってたのだって思いながらニヤニヤしておきます。好きな季節は春です。生きがい、ありがとうございますなんでしたっけ、好きな季節は春なんですけど、花粉が花粉症なのでちょっと嫌なんですけど、やっぱり春の空とか春の桜とかってすごく好きですし、やっぱ出会いの季節なので好きですね。もちろん別れの季節ともあるんですけど、なんていうか、いいご縁だなってすごく感じるので、春はとても好きです。和食大好きです。お魚大好き。そう、下手です。下手です。逆上がりできない。花粉症なんです。春なのにお別れ、この間の学校の卒業式でももう会えない、あんまり毎日会えないってなるとすごく寂しいです。そうですよ、私が皆さんとお会いできた季節なので春は好きです。お、カズさん一緒ですね。イエイ。トマト私も嫌いです。好きな飲み物は水、いちごジュースとか。イケメンでも可愛い曲とか、
可愛い曲がお好きです。花粉症今やばいです。え、昨日今日すごかったです。びっくりしました。花粉症さえなければ、わかります、私もです。花粉症さえなければ、トマトに立てて怒っちゃおう。好きなアニメは呪術廻戦とか、クロコのバスケとか、ハイキューとかなどなど。得意教科は物理です。でも私基本勉強大嫌いなので本当に無理なんですよ勉強が。何かを一つなんかこうやって一生懸命勉強するっていうのが苦手だったので、全然得意科目とかないです。でも物理は先生がとてもいい先生だったのと、あと教え方も上手だったので、決して他の先生が悪いとかではないんですけど、特にその先生が優しいですし、教え方も聞いててスーって抜けなかったので結構物理もできていた方だと思います。まあちょっぴりですよ、ちょっぴり、ほんのちょっぴり秋もいいですよね。私も秋好きです。冬が終わって、わかります。なんか春の足音っていますよね。好きです。出会いは別れ、出会いを感じる、そうです。本当に縁だなってすごく思います。最強焼き私も好きです。杉花粉だと思います多分。ヒノキも来てるかも。ねえ、おはようございますね。え、嬉しいです。私初めて演技をしましたね、はい、おはようございますあれちょっと恥ずかしかった。天然水、あ、そう、天然水好きです。あれ私結構前の読んでる。でも皆さんのコメントたくさん読みたいの。え、ま、26分、壇上読みたいな。あと数分したら読みますね。苦手じゃなくて嫌いだそうなんですよ理系なの、理系というわけではないんですけど、まあでも答えが出るものってすごく好きです。笑顔で勉強できる、読んだっけないこんばんは、わかりみ、そうなんです、いい先生、そうなんです、物理好きです。他の教科抜けてまあ、まあ、多少そう、実にそうです、実に面白かった。気に使えてよ、いやいやいや、とんでもないです。お、英語で書かれて、 Hello, I'm from Indonesia。 おー、え、 Hi, How are you? インドネシアからご覧いただいているんですね。 Thank you。 春よ来い、春よ来い。ダンス得意というよりは好きですね。だいたい動いてるのが好きっていう感じで、得意というわけではないんですけど、もっともっと自信を持って踊れたらいいなって思います。お芝居やってみたいです。なんか見てて楽しいので私もやりたいなと思って。
そうなんです、26分、どうしよう、延長したいですけど勝手に延長していいのかどうか。あの私が少し遅れて配信をしてしまったというものもあり、10分ほどあの延長しようかなと思います。なので35分になったらあの壇上を読ませていただきますね。春用の服はもうたくさん買いました、たくさん買いました。これもこれも買いました。公式、ああ多分そうかもしれないです。文系かと、そう私も文系かと思ってました。きっと文系なんでしょうけど、あの語彙力ないので文系ではないかと思います。好きなゲーム、ゲームあんまりしないんですよね。あでも何したっけ、あれスプラトゥーンではなくスウォッチみたいな、スウォッチみたいな名前の、歌は好きです。結構ゆっくりとコメントを読んでしまいましたが、少し最近の最新更新してみました。ああ理系寄りなんだ、うれしい。あそうスマブラです、スマブラ好きです。好きな映画はなんでしょう、余命10年とか、あとは映画ですよね。結構感動物語がとても好きで、世界一嫌いなあなたへという海外のあのお話、洋画のお話なんですけど、その主題歌になっているものがエド・シーランさんの曲で、あのとても心にジーンときて好きです。ウィンクして。間違えました、スマブラです。でもスマブラ私激弱なので、カナピーそれで歌うように、あ、いや以前からもう好きで、そこから歌うようになりましたね。洋画を聴くきっかけになったのはハンナ・モンタナっていうあの方がいるんですけど、マイリー・サイラスさんの、ハンナ・モンタナというのもディズニーチャンネルのやつですね、見るようになって、はい洋画も聴いてみようということで、いろいろ聴いてたらエド・シーランさんの曲が大好きで、大好きです。X、ありがとうございます。ぜひ皆さんフォローお願いします。ラップ聴きますよ、ヒップホップ好きです。カラオケ配信ね、いつかしたいです。スクショタイムありますよ、壇上あの読ませていただいた後に言わせて、あの読ませていただきますね。エドシーラン、シーラン。あ聞こえた、なんかダジャレが。はい知ってます。うんメガ、うんイヤホンがちょっと痛くなって、意外な子、本当ですか、ドボン。明日も配信しようかなと思います。今日と同じ時間帯にしようかな、どうしよう、皆さんが大丈夫かな。
のメールめっちゃいい、ありがとうございます。あの今日はまだ1通しかお送りできていないんですが、明日またあの載せさせて、あの送らせていただくので、ぜひ待っていてください。毎日配信続けよう、したいです、あのしたいなって思ってて、皆さんともお話をたくさんしたいので、うん、しようかな。嬉しい、よかったです。うん、明日も同じ時間の方がいいですかね、皆さん。ああ、ありがとうございます、優しい。毎日の楽しみが増えました、嬉しい、ありがとうございます。明日も、はい、では壇上を読みさせていただきますね。京都の字、あ、承知しました。でもなんか本当にこれだけはあのしていただきたいんですけど、あの無理してやってるとかではないので、本当に皆さんとたくさんお話ししたいですし、なんかあのなんて言うんでしょう、もうちょっと距離を縮めたいというか、お話し会でもお話はできるんですけど、それまでにもたくさんお話ししたいのでさせていただいてます、はい、で本当に本当に早く会いたいです、はい、あとファンになってくれた方と、このずっとなんかファンだから遠いとか思わないでいただきたくて、ファンでもなんか近い存在だなって思っていただけたら嬉しいです。そう思えるように私頑張るので、皆さん私のファンでいてくださると嬉しいですうまく言えないんですけど、うん、トークはないのでね、はい、ぜひ。これをプラメで言うか、あの X で言うか迷っていたんですけど、やっぱりこういう言葉でちゃんとお伝えしたいなと思ってたので、はい、では壇上を読みします。13位の方からお読みさせていただきたいと思います。はい、いきますよ。13位の方、たかさん、まるばちさん、ありがとうございます。12位の方、かずやさん、はちまきの人さん、ありがとうございます。11位の方、おんなかさん、ありがとうございます。10位の方、くるさん、ありがとうございます。9位の方、ともたんさん、ありがとうございます。8位の方、ガリデカさん、ありがとうございます。7位の方、土の子さん、ありがとうございます。土の子。6位の方、かずくんさん、ありがとうございます。5位の方、ドラガンさん、ありがとうございます。4位の方、マジレッサー両剣さん、ありがとうございます。3位の方、りょうさん、ありがとうございます。めいちゃんさばかれたい、お、書いているりょうさんはこれなのかな2位の方、滝沢さん、ありがとうございます。滝沢さんよくお見かけしますね。1位の方、ドゥン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 、ちょっと変えてみようと思ったんですけど、なんかいいのが見当たらないな。じゃーん、ナーラブさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当にまた来てくださると嬉しいです。私ナーラブさんのコメントが見れてないんですが、もし見逃していたらすみません。皆さんたくさんコメントありがとうございます。あ、見て、コメントが見えなくなった。あれ、これってどう、あ、違う、ちょっと待った、あ、違う、あれ、これってどうやってやるんだっけ、違
これだ。来た。来た。すいません、少々お待ちください。あれ違う。え、どれだ。やばい。あ、待って、コメント見れないで終わってしまう。ちょっと待って。コメント、え、どうしましょう。どこだろう。あー、変なの触っちゃったさっき。これを矢印タップして、待って、タグじゃないですもんね。投票、慎重に、はい、あの男女のところで、あのコメントが見えるんですが、なるほど、違います。ねえねえ、どうしましょう。皆さんコメントが見れなくなってしまった。どうしよう。あーね、40分になってしまいました。あ、どうしよう、どこだろう。本当にどうしよう。あー、もう本当に皆さんごめんなさい。今日、なんでだろう。本当に見れないんです。もうここです。ここの、これここでは見れるんですけど、どこで見れるんだろう。ちょっと待って、最後の最後で、ちょっと待ってください。あ、気にしないでいい。あ、配信延長。あの男女のところらへんではコメントがいくつか見れるんですが、あのまとめたやつが見られないんですよね。ちょっと延長サイド。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。絶対にこれは、やっぱ初めてって。誰かに聞けないの？家族ですかね。すいません、ちょっと母を呼んできたいですね。少々お待ちくださいね。ただいま終わりました。コメント、こちらの携帯ではあのコメントがあの見れなかったので、母の携帯にてちょっと、あ、こちらでコメントを見ていきたいと思います。ドアップごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にそう、母に聞きました。すいません、本当にスマホ変えて変えて、でもな、どうして見れなくなってしまったんでしょうね。ちょっといろいろやってみます。スクショタイムにしますか。はい、ではちょっと次回からこういうことはないようにいたしますので、皆さんごめんなさい。ではスクショタイム、少しリップを塗って、あ、失礼しました。はい、では気にしないドアップのサービスもちろんです。皆さん嬉しい、優しい。いや、エイプリフ、いや、もう本当にこれは私のミスです。すいません、あんなになんか、行きまーす。ポーズ、口赤くなりました。ポーズ、
皆さん優しい、見せなくてさ、優しい。ハート、明太明太めめ、うん、ありがとうございます。できたり10秒、おお、なるほど、止まります。よしよしよし、バーン、バン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 、プールポーズ、猫ポーズ、じゃあアップで。どうしよう、ありがとうございました。本当に皆さんのおかげで無事できました。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ガオガオ、ありがとうございます。19期ポーズも、はい、毎日スクショありがとうございます。そうですね、じゃあ終わりにします。皆さん本当になんかいろいろなんでこれでも私の悔しい。では絶対また開く方法とかいろいろやって再チャレンジするので、また明日楽しみにしてください。また明日、今日もお疲れ様でした。皆さん本当にありがとうございました。本当にこちらこそ、本当にこちらこそです。ありがとうございました。またね、うん、あ、皆さん優しい、うん、リーブかわいい、ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございました。ゆっくり寝てください。夜遅いので。